マシド真っ白いお花とはこれか。ああ、それは、おー、思い出したぞ。皆は、オチの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろう。坊様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。できねえ。そうか。もし気が変わったら。旦那、聞いてくだせ。塩が高く売れたんでさ。おかげでまあ、銭もたんまり、仕入れもがっつり。ささ、新しい品もありやす。ああ、旦那。飽きないの話か。さすが旦那、察しがいいですね。どうも最近気なくせ。戦の匂いがしやす。この木に乗じりゃまた一儲けできそうだ。そこで旦那にお願いしたいことがありやす。なんだ。戦場あさりのための人手、それが欲しいんでさ。戦場にはまだ死体がゴロゴロと転がってやす。ありゃ宝の山だ。あされば槍も太刀も鎧兜も手に入れ放題でさ。戦自宅となりゃ武具が飛ぶように売れやしょう。どういった人手が欲しい。そうですね、戦場あさりは汚れ仕事で力仕事。でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。やっぱり神か皆の何なで、もしさあ、見投げされるのかい。なんだと。足の底に行きたくば見投げをされるがよいじゃろう。
あっちじゃ。アシナの底はあっちじゃ。Thank you.
っ。